もう皆さんもいらっしゃった途端にわーって言って、お姫様のお城みたいということでですね、もう大歓迎。宮城さんがその新しい今回のこのサロンをオープンしようと思ったきっかけっていうのは。もうこのサロン全部1階も2階も全部ウェストハウスさんで揃えます。こんにちは、杉山です。本日は、当社で家具をお買い上げいただき、世界的なハーピストで心理カウンセラーにいらっしゃる松岡みやびさんとのコラボ対談が実現しました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。みやびさんが現在、そのハープなどを通して行われている活動というのはどのようなことをされていらっしゃるか教えていただけますか。ハープ教室で、ハープの、生徒さんにハープを、教えるというこのサロンでそれをしているのと、あとはハープがセラピーにも使われる楽器なので、心理カウンセラーとして、ここのね、場所で心理カウンセリングをさせていただいています。いや、素晴らしい。この素敵な空間で皆さん、生徒さんもすごくこう気持ちがこう、もう女性のやっぱり生徒さんが9割ぐらいなので、もう皆さんもいらっしゃった途端にわーって言って、すごい素敵でも、そのお姫様のお城みたいということでですね、もう大感激されて、今ちょっと観光スポットみたいになっていまして、そうなんですか。全国、32都道府県から生徒さんがね、お越しになられていまして、コロナ禍なのでオンラインの方も多いんですけれども、いらっしゃった方はもう観光スポットのようなお写真を撮りになってます。インスタグラムとかでもこうご自身でこう発信なさってるので、やっぱりこう生徒様もやっぱりこう見て、どんな場所を見てみたいって思われてるわけですね。本当に素晴らしい家具をありがとうございます。ありがとうございます。みやびさんがその新しい今回のこのサロンをオープンしようと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。ここは今年の6月にオープンさせていただいたサロンなんですけれども、それまではビルのテナントで地下スタジオでやっていたんですね。なんかね、やっぱり通話はこう心理カウンセリングもやっているので、ハープだけ習いに来るっていうよりは、皆さんこう人生相談だったり、いろんな悩みがない方でも、なんかこう先生とお話しして、こう心と心のこうつながりを持ちたいという方が多いんですね。なので、こうビジネスライクにやるんではなくて、こういう本当にこうお家みたいなところで、皆さんとこうね、お茶とかお菓子とかもしながら、なんかこうくつろいでいただいて、アットホームな雰囲気でお話をしたいなっていうのがあって。美しいインテリアを眺めながら、こうね、お茶をたしなんだりっていうことをすると、自然とこう心がこう浄化されていくような、そういう気持ちにさせてくれる、こう素敵な空間だなとは思いました。本当にウエストハウスさんの家具がエレガントで素晴らしくてですね、ありがとうございます。こういうマントルピースとか、そういうこのカウチソファーですとか、このお色もそうなんですけれどもね、裏生地と生地を貼っていただきまして、私のパーソナルカラーがラベンダーなので、この部屋はラベンダーの、カラーでしていただきまして。そうですね。またのハープの、ご紹介にもなるんですが、このね、カラーもすごい、みやびさんの特注の、このホワイトとシルバーを合わせたカラーっていうのはすごく素敵なそうでおす色ね。に、そのちょっとシルバーとかラベンダーはテーマカラーに本当に特注していただいてありがとうございます。ありがとうございます。きっかけというのをよろしければ教えてください。私がやっぱテレビタレントもしているので、その芸能界のやっぱり方々が、皆さん有名な方がウエストハウスさんで家具を買われているのは知っていて、で前からホームページとかずっとこう拝見してたんですけれども、ちょうどこのサロンを作るにあたって、デザイナーの大村恵子さんという、スタイル圭さんっていう方にご依頼をしたんですね。でフランスアンティークの、ロココ調のデザインを専門とされていまして、でその大村さんがもうぜひウエストハウスさんでっていうことでお勧めいただいて、で渋谷のショールームの方に行ったら、もう一目惚れしてしまって、即もうその場で、もうこのサロン全部1階も2階も全部ウエストハウスさんに揃えます。そうだったんですね。まとめて全部買わせていただきました。そうだったんですね。嬉しいです。ありがとうございます。独自のハープの技法というのをこう実践して、いらっしゃると思うんですけれども、このみやびメソッドと言われているハープの技法、どんなものかちょっと教えていただけますでしょうか。ハープの弦っていうのは結構張りが強くてですね、通常は指に豆ができたりですとか水ぶくれができたりして、みんなこう音大とかでね、本格的に学んでる人なんかもすごく手が痛いっていうのが悩みなんですね。でみやびメソッドは
私の手をご覧いただけると分かるんですけれども、どの指にも豆ができていなくて、すごく柔らかいんですけれども、はい、それはテコの原理とか物理学をちょっと研究していまして、はい、こうやって指の関節を曲げて引くと負担がかかるんですけれども、まして、はい、このように背中から腕を回すと、はい、長いもので回しているので指に痛くならないっていうのが分かったんですね。それがこう世界初の、はい、まあ、指が痛くならないハープ奏法ということで、はい、でそれでちょっと生徒さんが全国から来てくれるようになりました。そこは本当にこう主婦の方が毎日こう水仕事とか家事をやらなければいけないという時でも、はい、指がの豆ができにくいこの手法で、はい、こんなハープの弾き方があるんだって感じる方がやっぱ多かったんじゃないでしょうか。本当におっしゃられる通りで、はい、やっぱりそのプロで専門的にやってる人は、うん、まあ、1日8時間とか練習するのでもちろんまあできるんですけども、はい、でもその趣味の方でもやっぱり2時間ぐらい弾いただけでも指痛いっていう方も結構いらっしゃるんですね。するとおっしゃられる通り、はい、やっぱりその女性は特に指先の綺麗っていうのを気にされるので、はい、何かこう人前でもなんかすごく嫌だなっていうことでハープをやめてしまう人が多くて、その普及していかなかったんですね。すごくエレガントで素敵なね、はい、音色なのにそういうトラブルでやめてしまうともったいないなと思いまして、グランドハープは190センチ40キロございますので、はい、右肩に担いで弾くですね。すると結構肩こりもありまして、はい、優雅そうに見えて結構体は大変なんです。なのでみやびメソッドは肩こりもないように、はい、技術をちょっと工夫しています。あ、そうなんですね、はい、なんかハープってすごくソフトな、はい、でエレガントなイメージがあるんですけども、はい、実際にこの力強い音が する楽器なんだなって。結構やっぱり生で、ね、ライブで聞いたことない方が多いんですけれども、はい、皆さんやっぱり迫力に驚いたってまずおっしゃられますね。そう思いました私も、はいはい、なんか女神様がねポロロロンって弾いてるイメージがあるんですけれども、はい、実はすごく男性的なと言いますかね、力強さもある楽器ですね。それが従来の古典的な、はい、ハープの弾き方っていうことなんでしょうか、はいはい、そうですね。やっぱりプロになるためにはコンクールで賞を取らなければいけないので、はい、コンクール弾きという言葉が業界にありまして、でその誰よりも強い音で誰よりも早くミスなく楽譜通り完璧に弾くっていうのが、まあ、すごく先生とかからも叩き込まれてきまして、はい、私も1小節100回練習をしたりですね、はい、100回、はい、もう熱が38度出ていても緊張して舞台に出て頭真っ白になっちゃうことあるんですよ緊張で、はいはいはい、それでもね指だけはもう勝手に動くんですね。いや、はい、もう本当体に吸い込まれてるっていう、はい、だから本当にオリンピックのアスリートの選手ではないですけれども、はいはい、スポーツと同じでやっぱり筋肉のマッスルメモリーといって、反復練習によって覚えさせるっていうのが、はい、やはり日本の英才教育というか、はい、子供の頃からプロになるために必要と言われている教育でして、それで私ちょっと30代になった時に疲れてしまいまして、コンサート活動をもう10年ほど結構休んでいた期間があったんです。はい、そうなんですね、はい、やっぱりそこで行き着いた技法が、はい、まあ、雅メソッドということなんですよね。その人より強い音じゃなくてもいいから、はいはい、音量よりも音色の綺麗さだったり、はい、優しさだったりという、はい、その勝ち負けっていう世界観から、はい、もう少しこう人の心を癒すですとか、はい、なんかこう楽しさを分かち合うですとか、はい、なんかそういうまあ世界観でできないかなと思って作ったのがみやびメソッドで、ただそのコンクール引きとか勝ち負けが悪いというわけではなくて、やはりそういうもので技術をこう磨く時期っていうのも必要かなと思いますので、だけどその向上心とか負けん気をエネルギーにするのではなくて、何かこう人とこう分かち合うというんですかね、はい、うん、勝ち負けの世界というのは縦の世界なんですけれども、はい、こう横の世界というんですかね、はい、で面白いのがコンクール弾きとセラピー弾きで、はい、エンジニアさんが CD 収録の時に、はい、音の波形を見せてくれたんですね。コンクール弾きは直線なんですよ。セラピー弾きはこのように円になっていくんですね、音の波形が。そうなんですね。それがパソコンでこう数値として出るんですよ、はい、そういうのがやっぱりこう今癒しとか言うとスピリチュアルにすごくみんな感じていて、はい、まあ、目に見えないものって思われてるんですけど目に見えるんですよね、はい、その波形、音の波形とか波動としてやっぱりね、絵で見た時に、あ、本当にこれはもう違う音楽でも違うものだからちゃんとこう分けて生徒さんに教えていこうと思いまして。いや、素晴らしいですね。音の波形、なんか心の波形ともなんか、はい、つながってきちゃうような。そうです、そうです。
はい。